お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、スキャラフリーズ使っていこうかなと思います。はい。で、このスキャラかな、多分前にも何回か出したことあると思うんですけど、なんかユーノとかね、マジアチとか入ってる、ちょっと、ペッカとか、こう、人気とか、そういった要素の入ってるスキャラでちょっと変わってる形になります。とりあえずね、でもこのデッキで今期一応トラゲしてます。なんかね、めっちゃ苦戦してたんですよ、今期トラゲ。で、ウォールブレイカーがやっぱ流行ってるんですけど、ウォールブレイカー使っても全然上がんなくて、本当に苦しんでたんすけど、まあ、なんとかね、ヒーラー完走して使ってみたらいい感じに、まあ上がってこれたって感じで、もうシーズンも多分、残りあと1週間ぐらいっすね。1週間ないか。来週の月曜日にシーズンがフィニッシュするんで、まあ月曜日、あと1週間なんで、そうですね、デッキもそろそろ定めつつ、このデッキで最後までいけるかはちょっと際なんでね。ちょっとね、どうにか、はい、あげたいところですけど、っていうのをいつも言ってて、いつもシーズンフィニッシュ本当に180とか、110から200の間、200ぐらいみたい、100から200ぐらいなんですね、いつもなんで。そろそろね、2桁フィニッシュしたいよねーって、初戦ダニーさん来ましたね。バーガーはこれダニさんのサブアカウントですね。うわ、ちょっと待って。俺持ってないんだよね、こっちのアカウント。さあ。ダニさん何使ってるんだろう。ダニパイセンはね、多分考えればわかる。考えればわかる。ペッカ工場か、ウォールブレイカーかな多分。で、待ってくるってことは、ウォールブレイカーではなさそうですね。ダニパイセン、いや、ラバもワンチャンあるね。なんか。いやー、でもちょっといろいろ触ってるイメージがありますね。ワンチャンロイジェイもあるっすね。あの、オーブンロイジェイ。オーブンロイ説は結構ありますね。いやー、で、ユーノとかあったら展開してもいいかなと思うんですけど、ちょっとここはね、丁寧に行きましょう。勝ちたいんでね。さあ、よろしく。で、グランドクラウンさんにね、こう、バーガーアカウントお世話になってますけど、僕のサブアカもね、マイクアドスキアカウントもグランドクラウンさんにお世話になってて、プロリーグが始まって1年目の時にアカウント作ってサブアカでやってて、まあ、どっかのクラウン入る方でグランドクラウンさんかなに入れさせてもらって、もうずっとね、もう2年ぐらいか、言ったら、ずっといさせてもらってるんですけど、本当に、たまにあるめちゃくちゃいいクランですね。てかめったにないか、めったにないぐらいの、めちゃくちゃいいクランですね。本当に居心地がすごいですね。クランの雰囲気とかも良くて。なんで、ちょっと、お世話になってるっていう謎の宣伝ですね。結構いいと思います、本当に。本アカはトレハンに置いてるんですけど、まあ、なんかトレハン普通って感じですね。うわぁ、ちょっと待って。これ引き分けじゃないからね、ダニバイセン。よろしく出してくれるよね、オッケー。さないと、あー、遅延スキラか。いや、クロスか。射抜きたいね。これ射抜いて、ちょっとでも削って、からのスキラ打って。さ、いや、ないと。あー、待って、ないとか。これは、じゃあ、ユーノ取り抜き禁忌とされる。あー、オッケー、ナイス。で、ここちょっとワンチャン活用で、延命できる。で、タル来たらヒーラーで。え、来なければ、来なくてもヒーラーで。いい。うわぁ、ちょっと待って、このユーノいらないっすね。このユーノがいらない。マジで。このユーノによって、ちょっとやばいですが、スケーラポイズン遅延、ベビですね。ベビが本当に厄介かな。個人的には。ベビさえいなければ多分全て余裕なんで、ベビいない時を、まあ攻めのチャンスと見つつかな、やっていきたいですね。まあここ打っちゃって、ワンチャン射抜けそうだな。いや、角度ダメかな。いや、射抜いていいっすね。ちょ、ベビ処理。一発？うわぁ、それはいい。取るね。うわぶね。今、あれ、マジアチャで近軌道狙ってましたね。角度で。このデッキは近軌道されるとちょっと辛いんですけど、まあ、ユーノと、マジアチャかスキラ打たずに、最悪ね、近軌道されても、ギリ戦えるかなぐらいですね。なんで、ちょっとマジアチャが怖いですね。マジアチャで、ダメージ稼げるかなこれ。いや、無理だな。稼ぎそういないので、一回待って、まあ、一回後ろから行きましょうかね。後ろから行って、さあ来る？来ない。あ、来る。
これヒーラーで全部回復っすね。ああ、それで攻め取るねか。多分攻め取るねっすね。うわ、うまい。けどヒーラーでダメージを受けるものの、さあハードカウンターからのこれ2周目マジで、ボムタワーここ絶対来るんで壊しちゃって、いやボムタワー来ない、ワンチャンタルキとめんめ、いいねいいね。からのヒーラー案件でベビードラのターンなんで、ベビーをエレキで処理して、さあからのスケラー来たー、グッドゲーム、よし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 。いや今のは綺麗でしたね。でも若干ダニさんが早まったかもっすね、ベビードラトルネで。はい、よしよし。あれが最後だったらね、結構僕も怖いんで、もう一枚ぐらい防衛されてるんですけど、全然ダメージされてなかったんで、まあなんとかね耐えてからのフルカウンターですね。さあ2戦目、いやいい感じですね。ワンチャン今季最多かもしれない、次勝ったら今季最多かな。まあ、上がもう76ぐらいいってるんで、いやすごいですね、本当に本当にすごいと思いますね。マルチ上なんか見ててもそんなわかんないいやすごい上手いなぐらいですから、どうやったらあそこの異次元ゾーンまでいけるのかがすごいね、ちょっと早く知りたいですね。生きるようになりたいですね。上になんか前視聴者の方かな、コメント欄でこうなんか僕は今でもラットさんが日本で一番うまいと思ってますとか、なんかあの前みたいにグロラン1位行ってくださいみたいな、なんかまああったんすね。結構昔から、昔意外と上位キープできてた方だと思うんで、なんかそういうコメントがあって、なんかこうなんていうんですかね、別に煽られてるとか全く感じなくて、鮭プロですね。ちょっと僕もなんだろうね、いやもっともっとそう頑張んないといけないなっていうのをね、すごいなんか力になりますね、そういうコメントいただくと。なんか単純にね、素直に嬉しいですよね。なんでちょっとマルチは頑張りたいんですけど、遅延スケラか、さては。遅延スケラ多いですね。ここあれですね、ダクネエレキで基本的にビビア溶かしていきたいですね、エレキで。でここはマジアチャでボムタワー壊しつつ、おー、いいポイズンだな。まあまあまあ、まあ、ポイズン使ったねって感じなんですけど、まあ落ち着いてっすね。ユーノスキルやったところでナイトとまあタルともう一枚とかで綺麗に防衛されちゃいそうなんで、まあトルネがあるんでこのユーノ単体が良くないっすね。なんでここは行くしかないっすね。でボンボン使ってるんでこれでオッケーオッケー。でスケラもポイズン回ってないんで、アイスイズとタルネタルか、これでタルっすね。まあいい受けですね。でもいやいい、スケラがなんか事故ってね、ヒーラーがヒーラー HP 高すぎ案件、回復しすぎ案件で、え超ラッキーですねこれ。なんか俺の予定より2000ぐらい多く入ってますね。オッケー、これはでかい、これはでかい。しかもこのエレキの HP だとキング機能も多分できない説があるんで、オッケーで、相手のスケラに対してはマジアチャーを残しとけば多分大丈夫ですね。あとヒーラーで全回復できるんでこれですね。でエレキでこのベビーを処理してあげて、したらダクネがねフルで残ってますね。さあフルカウンター、いけ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 、これもスキル打っちゃってポイズン打ったもんね。あこのベビーだけナイスコムリ。さあさあさあ、でここ射抜けたらマジアチャで射抜けるんですけど、まあいないんで一回待っていいですね、射抜けるやつがいないんで。さあ後ろから行けば、さては強いぞ、スケラ対決に強い説がありますね。もうこのデッキをスケラと呼んでいいのかもすごい謎なんですけど、まあ、気持ちいいスケラですね。でこれも始まり止まっちゃって、さあエレキで都会しつつ、意外とねベビドラってエレキに弱いんですよね、意外と。これ謎の延命ですね、フリーズで謎の延命して、さあユナ突進に入る、オッケーナイスグッドゲーム、よしよしよし。さあプロ2戦ということは次に来ますね。さあ有名なプロプレイヤーが来ます、次にダニパイセン、シャケ、さあラストバトル誰が来るかな、誰が来るかな。さあちょっとね、いやいいか、なんでもいいっすね最近ちょっとこういうマッチング時間とかやっぱ暇なんでね、こういう時間にアニメ見てるんですけど、パソコンで黒子のバスケを最近またハマってますね。昔見てたんですけど、そう黒子のバスケっていう、まあ、アニメ漫画でもあるんですけど、
異次元バスケですね。結構面白いですね。昔見てて、まあ昔見てて久しぶりにまた見てるって感じですね。なんかいや、なんか面白いんですよ。奇跡の世代って呼ばれる、もう最強、もうなんか10年に一度ぐらいの天才がたまたま5人集まった最強チームみたいな時代があって、その5人がみんな別の場所行ってみたいな、なんかそんな感じのアニメなんですけど、よければ見てほしいですね。さあ、ナイトスケ、あー、あれっすね、クロスだ。防衛クロスされなければなんとかいけそうっすね。ここ防衛クロスされないでほしい。されたまあでもワンチャンなんとかなんないかな。これあれっすね、ヒーラー竹取ってる間にあのクロス壊しちゃって、これ打っちゃっていいかな。さては、いや早まったかな。さては早まったっすね。いやでもマジアチが残ってるから、アイスイズの、おい、それで金魚出たら、あ、おぶね、ラッキー運ゲー制しましたね今。これワンチャン湯の追加で延命できる。タルト湯の追加で OK。 いやこれちょっとうざいっすよね。いやいい、これはいい追加。あ、でもこれで金魚、あ、 OKOKOK、 よしよしよし。こちょっとあれっすね、コンデッキ削りきれないんで、うわー、フリーズはしゃしゃったー、すぐしゃしゃるんだよな俺。今のなければ今4話でありますけど、今コスト7でケツダクネからヒーラーでスケラ打てた。うわー、今のっすね、僕の良くないところあれっす。まあでも今ね、言うのとマジアチャの HP が打っただけで死ぬっていうのはね、学びっすね。半分ぐらいあったけど死にましたね。さあ、こここそトントンだと思うんで、一回待ってもいいっすね。チャキ入りが来るかも。あれ、でも待ってますかね。よいしょ。さあ、で、ロケットは打てない。射抜いて、壊す。え、いいっすね。ヒーラー竹取りで射抜いて、からの、あ、ナイト連盟しようとしたんですけど、ただのシャシャリン、あ、ユーノですね。ユーノで連盟しようとしたんですけど、これアイスイズされたので、これいっちゃっていい気がしますね。オッケー、あ、これは1本折れたっすね、多分。オッケーオッケー、ウッドされたらフリーズして、オッケー。さあ、で、あのナイト橋渡ってきたら、射抜きます。うわぁ、で、これね、多分うえい、それはうまい。構えすぎたか、さすがに。やべえ、何あれ、なんか別ゲーじゃねこれすげえ立ってんだけど、すごい立ってますね。ワンチャンとロケとかも来ますね、こういうの気をつけたい。僕にはまだフリーズがあるんで、落ち着いて防衛しつつ、さあ残り600ですからね、これいっちゃっていいっすね。チャイの多分ダクネがタゲ取ってるっすね。さあ一応防衛 C のフリーズ打って、さあやばいやばい、ちょっと待って、やばい、なんか入れ、なんか入れ、たまたま OK、 危ねえ、グッドゲーム。最後僕ロケットで落ちてたんで、タワーが僕のね、なんで最後はちょっとね、いろいろ運に助かったかなというわけで、いやいいですね、72、しかも148。いや、ちょっと順調ですね。ちょっとこのまま頑張りたいなと思います。というわけで、今日はこんな感じで終わろうかな。はい。これ、結構楽しいデッキだと思うんでね。よければ、お使いください。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。